こんにちは、ペンギンです。秀吉です。ペンギンさんと秀吉くんでお送りするラジオペンギン茶屋第3回開店です。秀吉くん、はい。いいニュースと悪いニュースがあります。急ですな。どっちから聞きたいですか？悪いニュースの方が面白そうなんで、いいニュースからお願いします。いいニュース、はい。私がですね、去年5月ぐらいに上げました動画が1本ついに1万回再生突破しました。1万回ですか？すごいでしょ。いや、素晴らしいですねなんか1万回っていうとさ、はい、有名な YouTuber とかやったら投稿して10分ぐらいでさ、もう1万とかいくやん、うんうん、なんかそういうの見て普通やと思ってたから、はい、全然すごいなって思わんかったんやけど今まで、はい、いざ自分が投稿する立場になるとこんなにいかんもんかと思って。すごいですよ ね。1万回って、1万回あの動画再生されたってことでしょ、ね、何が良かったんかなとか言うのもあれやけどそのうちの100回僕ですけど、ね、多分そんな見てんだめっちゃ見てます。面白いですもん、あの動画何がおもろいちなみに何の動画やったんですか？あれは僕の飲酒の体験談を語るみたいなやつ。あれですよね、うん、あれ面白いんですよ。何がそんなおもろいとこあった？友達目線で見ると、うん、こいつ何言ってるやつ最初の腕組んで始まるとこがまず面白いんですよね、うん、はずいなすっごい真顔で腕組んで、今回は飲酒についてっていう形でめっちゃ震えてるよね、あれ。ちょっとどもりながら何をこいつこんな緊張してんやろうなっていう何回でも撮り直せんのにね。面白かったですよ、あれ。いや、恥ずかしい。自分じゃ絶対見返さへんから、あんな。さっきも目の前で再生しようとしたら、怒られましたもんね。あ、恥ずかしいもん、恥ずかしいって。よう見えへん、あんな。でも、あれのおかげで結構、その、飲酒とかの情報を得れたっていう人もいるんじゃないですか。まあ、そうね。あそこにいろいろコメント残してくれる人もいるし。ですよね。唯一にぎわってるコメント欄ですもんね。うん、そう、あそこはすごいにぎわってる。あそこすごいにぎわってますよね。あそこだけかもしれない。しかも、返信が丁寧ですよね、本当に。ね、やたら長文で送っちゃうんだよね、うん、言いたいことがありすぎて、いや、よくないよね。ありがたいと思いますよ、ああいうのって。どうなんかね、結構飲酒ってやっぱり情報少ないじゃないですか。僕もそうでしたけど、うんうん、なんであえて親身に聞いてくれる人が一人いるだけでも全然その気持ち的には楽になるかなと思うんで。ああ、よかった。なんか救われたわ、すげえ。ただ僕に対しては全然アドバイスくれませんでしたけど、ね、そんなこと聞かれてないからちゃうか。いや、聞きましたよ僕飲酒どうしようって言ったら、いや、なんとかなるしょってああ、言った気がするわでも僕も同じ気持ちになりましたもん、受かった後で。とせやろ、まあなんとかなるよね。なんかそんなもんや。飲酒前あんなに不安やったのに。そう、まあ結局あんずるより産むがやつしとか言いますけども、うん、いざ受けてみるとスルッと合格したりするもんなんですよね、うんうんうん。まあ、僕たちが結構ぬるかったっていうのもあるかもしれないですけど、まあね、まあ、でも実際受けてみたらこんなもんかっていうのは間違いないと思う。そうですね。またああいう飲酒系の動画であったりとか出せたらいいですよね、うん、そうね、はい。もう二度と1万回いかないかもしれないですけど悲しいこと言わんではい、じゃあもう一つ悪いニュースの方ちょっと聞いてもよろしいですか？悪いニュースですね、はい。我々競馬最近外しすぎじゃないですか。いや、特に俺かな、外しまくってますよね詳しく説明いたしますと、僕たち1月の下旬のネギシステークスから、うんうん、あ、ペンギンさんは違いましたね。東海なんとかみたいな。ああ、そうだね、東海ステークス。東海ステークスからかけ始めて、うん、そこからほぼ毎週のように土日、まあ、何かしらかけてると思う。かけてペンギンさんの家で応援してるという感じなんですけども、うん、うん、確かに見てるとペンギンさん外しすぎですねちょっとかけ方も下手なんよね。そうなんですよね。なんか安全策で行くのならもっとかけたらいいのにとかあるんですけど、うんうんうん、安全策で行った上で少額しかかけなくって、さらにそれをばらすんですよ思いっきりそうね。なんで当たったとしても配当少なくって結局他買った分を回収しきれないという。そう、ちゃんと当てても借金するね、本当にちょっと借金じゃないですね、損失ですねするという買い方から勉強せなあかんなと思ってね。うーん、その点さ、はい、秀吉くん最近当ててるよね。僕外してもいるけどさ、なんやかんや収支はプラスですもんね。ね、プラス万とかっていう感じですね、はい。結構1回当てる額が大きいから。そうですね、なんか割とでも保険で買ったつもりが意外となんか来てくれたみたいな豪語ですね、うん、いいな。アフリカンゴールド先輩だったりとか、はい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 、イリューシューパンサー君だったりとか。おかしいななんでそういう運がないんだよな。
いや、そういう買い方をしてないのか。という情報が多分少なすぎるような気もするんですよね。調べが足りないのか。調べをもうちょっとすると、うん、あ、こいつ来るなっていうのが分かってすると思うんで。なんて偉そうに語ってますけど、僕も最近ちょっと調子悪いんですよね。うん、地方に弱いんですよ。地方むずいね。地方、今日もね。今日は僕は勝ちましたけど、秀吉くんはね、ちゃんと外した。ちゃんと外しました。オッズが高い順に選びました。バカみたいな、なんか下から3つ選ぶみたいなことして、でレース実際見てみたら後ろ3頭めっちゃ遅いって、後ろ2頭に限ったらもう一番最高峰で並行して走ってる、ねね、仲良く走ってた。友達みたいな感じで走ってましたもん、ね、と、まあ競馬で負け続けているという。今週の日曜、中山記念、はい、勝ちましょう。勝ちましょう、はい、収支プラスにしましょう。そうですね、うん、ちなみにいくら回収できたらプラスになるんですか。内緒です。はい。なんとなく把握はしてますけど、まあ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 しっかりかけましょう今回は。いずれ言えるようになるまで待ってください。ちなみに今回中山記念推しは、あ、まだ考えてないんですよ。絶対外すわ。さて秀吉くん、今日の飲み物は何でしょう。今日の飲み物はこちら、コカ・コーラでございます。鉄板ですね。ですね。一応なんかオリジナルテイストらしいですよ。じゃあ今までは何やってんの。パチモンですかね。ペンギンさんの観察日記よ。はい、これはペンギンさんの観察日記というコーナーなんですけども、うん、ここ最近私たち2人がどのような活動をしていたのかを白状するコーナーとなっております。はい、ちゅうわけで秀吉さん、はい。違和感なかったな、全く。え、秀吉さんって言ったで俺今。お、ほんまや。ちょっとテストしてみました。というわけでペンギン様、はい、はい、今週1週間なんですけども、どんな感じでしたか。うん、そうですね、今週大きなことが一つありまして、はい、月曜日ですね。月曜、うん、ついに就活の初めての本選考がありました。私、あ、もうこの時期から始まるんですね。そう、そろそろね、始まってるんですよ。はあ、僕就活全く知らないんで、もう、うん、どういう感じなのか。まあ、あの皆さんが想像するような個別の面接ではなくて、今回はグループディスカッションだったんですけども、うん、それで選考するんですか。ね、なんか課題が与えられて、みんなでそれ解いてくださいみたいなグルディスでした。へえ、うん、楽しそうっすね。結構楽しかったよ。うん、っていうのもね、はい、あのメールでさ、スーツじゃなくていいよって書いてて、ああ、ありますよね、そういうの。そうそうそう、なんかオフィスカジュアル風でいいよって書いてたからさ、はい、もう普通に私服で、まあ、参加したんよね、はい、そしたら俺以外全員スーツで、おもんなやつらですね。あ、やべっと思ったんやけど、はい、正直今回受けた企業そこまで志望度高くなかったから、はいはい、もう開き直ってちょっとヘラヘラしてたからね俺。何で撮る。はい、でちょっとヘラヘラしてたら、あの緊張もせんくて、あの、え、本当ですか。そう、あんま、あのペンギン様が。そうなんよ、この俺がね、割とこう自分を俯瞰して見れてて、へー、でその状況やったから、はい、あの周りの学生もすげえ緊張してんなと思いながらヘラヘラしててんけど、はあ、そんなことあるんですね。そうそうそう、毎回ヘラヘラしながら行ったらいいじゃないですか。そしたら、そう、そうしようかなと思って。で俺さ、なんか結構普段無口な方やと思うねんけど、はい、あの今回もう開き直ったんで、はい、あの議論も結構自分から発言したりしてて、まあまあグルディスやから当たり前やろと思うかもしれんけど、つうかそもそも先行ですもんね。黙る意味わかんないですもんね。そうだけど、なんか普段の自分じゃないぐらいちゃんと発言したっていうか、うんうんうん、だからあの最後にさ、みんなで出した結論を誰かが発表せなあかんかってんけど、はい、ありますよね。そうそう、その発表者も俺がやって、替え玉使いました今回。ね、なんかそんな感じやったんよ。すごいですね。自分的にはなかなか珍しいというか、大車輪の活躍じゃないですか。そうなんですよ、頑張ったなと。頑張りましたね。ただまあちょっとヘラヘラしてたから、はい、大丈夫かなと思ってたけど、ついさっきメールが来ました、結果の。あ、はいはいはい、どうでした。合格でした。おめでとうございます。ありがとうございます。え、すごいです ね、 ね、ヘラヘラしてたのに行けたんですね。そう、あ、こんなんで受かるんやと思って。そんな感じで行っちゃダメやと思います。じゃちょっとね、え、すごいですね。でも本当にすごいんか分からんけど、だってまあずっと2月見てましたけども、ずっとなんか悩んではりましたもんね、うん、ね、就活が、就活がって、ね、エントリーシートがとか。
ずっと同じことで悩んでたよ。悩んでましたね。何もせんくせに。意外と、まあ、スポット抜けれたという感じなんですね。じゃあ今回、まあ、まだ一次選考なんで、ここから面接重ねていったら分かんないですけど、うん、まあ、第一次段階はクリアって感じですね。とりあえずお疲れさんでした。 ありがとうございました。就活か、せんで済むならね、しない方がいいよ。あ、そうですよね。てかしない方、したくないよね。うん、なんで何回も面接しなあかんねんと思いますもんね。思う、ほんまに思う。一回でええやと。ですよね、うん、そんなこともわからんのかお前らはって思いますよね。どうしようかな、俺就活で YouTube やってるって言おうと思ってんねんけどさ。やめといた方がいいじゃないですか、ね、これもう言えへんな。見ますよ。やばいやばい、やめとこう。ヘラヘラしてたんかい。志望度低いんですけどって言ったから。あ、もう絶対言わん。ヘラヘラして私服で臨んだら通っちゃいましたって。はい、不採用ってなりますよね。あ、もう絶対言えへんな。よし、じゃあ今度は秀吉くんの1週間を教えてください。はい、僕なんですけども、この1週間本当にやばかったです、うん、やばかった。人生で1、2を争うぐらい堕落した生活をしてました、うん、ずっと家にいたんですか。そうですね、まあ、一人暮らし始まって、うん、で、まあ、ある程度その、まあ、やらないといけないことも落ち着いたという感じで、うんうんうん、まあ、一応今やることとしては論文を読み込むという感じなんで、はいはい、一応家でできるじゃないですか、うん、なんでまあ家でできるし家でやろうと、うん、外出るのもなんかしんどいしなと、そうね、いう感じで、まあ、家にいてたんですけど、うん、だんだんとなんかうつ状態になり始めて、いやー、はいはい、うん、まあ、なんというかじみじみとしたところに一人で論文を読んでると、まあ、そうなってくるともう生活もどんどん荒れ始めて、うん、もう野菜を食べないという。いやー、食べてください野菜は。でひたすら米炊いてそれをバクバク食べたりとか、うん、あと本当にやばいなと思ったのが、うん、2日間お風呂入れなかったんですよ。はいはいはい、まあ寒いっていうのもありますけど、まあ冬やしね。僕普通やったらいちいち2回入るんですよね。あ、そんな入るんや。結構なんか入る方なんですよ、うん、はいはいはい、ただなんか、うん、夜遅くに、あ、風呂入ってない、もういっか今日はってなって、うんうん、明日の朝入ろうって、起きたら12時、あ、朝じゃねえな、もう一回夜入ろう、うん、っていうのが2連続起きてしまいまして、うんうん、でもうその時に、あ、さすがにこれはちょっと人として終わってるなと思って、うんうん、なんで今頑張って修正しようとしてるっていう感じですね。いや、早速明日から朝活しましょう。そうですね。で本当になんか食生活のあれがひどくって、うん、この前ペンギンさんにもご馳走しましたけど、はい、ホルモン食べたじゃないですか、はいはいはい、あれにハマってしまいまして。あれ美味しかったね、ローソンのやつ、はい、あれをこの1週間で4回食べてるんですよ。いい。ホルモンめっちゃ冷めてるやん。でもなんか1個のものにハマるとそれがずっと続いちゃうんですよ、ね、うん、まあ、気持ちはわかるけど。で2日連続ホルモンみたいなのがあって、うんうんうん、その昼ホルモン、夜残りのホルモンプラス、はい、何かで次の日の昼ホルモンで夜ホルモンみたいな感じの時があって、はあ、じゃあ6食中4食ホルモンですか。そうですね、朝食べないでも4食中4食ですね。多いなホルモン。でその日の次の日ですね、うん、はどこに行ってもホルモンの匂いがするとい う, ようなホルモンの家みたいな感じになってしまいまして、もう本当にこれはダメだなというふうに、うんうん、はい、思いましたね。肉、魚、野菜バランスよく食べてください。そうですね、うん、あともう一つ、まあ、僕の中でというよりも割とその世界的に、うん、世界的に、はい、まあ、イベントが一個ありまして、こう NBA 知ってますよね、あのバスケの。そうです、そうです、うん、アメリカのバスケリーのオールスターゲームがあったんですよ、うん、はいはい。でそこでペンギンさん多分知ってると思うんですけど、はい、ステフィン・カリーっていう選手知ってます？あ、もちろん知ってます、はい、スリーポイントの名手って言われてる選手で、うんうんうん、僕が思う今 NBA で一番バスケが上手い選手誰かって言われたら彼なんですよ、うんうん、彼がちょっとオールスターゲームですごいことをしてしまいまして。すごいこと、はい、まあ、彼のスタイルからするとダンクとかはそんな得意じゃないんで、うんうん、スリーポイントでその、うん、まあ、チームを沸かせるというのが主流になるんですけども、うん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 、彼ね、そのゲーム一人で16本決めたんですよ。スリーボー、スリーポイント。おお。NBA とか知らない人からすると、あ、それが普通なんかなって思うかもしれないですけど、うん、NBA のゲームで普通の選手が1試合で決めるスリーポイントの本数って、うん、3、4本なんですよ。ってことは？その5倍ぐらい決めてるんですよね。めちゃくちゃすげえな。もう本当にすごいんですよ。
て、もう彼普通のゲームの時に11本ぐらい決めたことがあったんですよ、うんうんうん、10本やったかな、うんうん、でそこでもうこれが限界やろと、うん、もうこれ以上は無理やっていうふうにやってたんですけど、うんうん、彼今回16本決めたというところで、はあ、記録更新した、記録を普通に更新しました。しかも入その入れてるスリーポイントもスリーポイントラインからめっちゃ離れたから打ってたりとか、はいはいはい、もう本当に一人だけなんか違うフィールドにいるみたいな感じだったんですよ、うんうん、なんかそれを見て、あ、限界ってやっぱ人間が勝手に決めるもんなんやなっていう風に、あ、急にいいこと言い出した、改めてなんかそう実感しまして本当にそうだね、はい、ちょっと、まあ、競馬の CM から言葉もらったんですけどひでえ落ちだななんで自分もちょっと限界なんて考えずに、もう自分がどれだけ戦えるのかっていうところに、うん、はい、まあ、力を注いでいこうかなというふうに、ね、今全部その言葉が競馬のに向けての言葉にしか聞こえんくなった東海帝王だったかないや違うな誰だったか忘れましたけど、うん、はい、という感じで、まあ、堕落した中で、まあ、仮に希望を与えてもらった1週間という感じですね頑張っていきましょう、頑張っていきましょう本当に、うん、ということで、今回のペンギンさんの観察日記のコーナー、これで締めさせていただきます。はい、これはペンギンさんの学習指導塾のコーナーでございます。リスナーの皆様から寄せられた勉強に関するお悩みをペンギンさんと私秀吉が内知恵を絞って、まあ、真摯に解決していこうというコーナーになっております。はい、はい、ということで本日収録日2月24日なんですけども、うん、明日25日って何の日かご存知ですか？いや、25といえばね、やっぱり国公立の二次試験の日じゃないですか。懐かしいです ね僕たち受けたの何年前ですか？もう何年、5年、5年、6年、5年、6年前、そんなもんだよ ね、うん、はい、なんで、国公立志望の皆さん頑張ってくださいというところで、うん、まあ、僕たちも一応その二次試験を経験したものとして、はい、まあ、ちょっと思い出なんかを皆さんと共有できたらなと思っております。はい、思い出してみましょう。はい、うん、まずじゃあペンギンさんからお願いしてもよろしいですか？僕はね、その試験の時の思い出ってのは正直あんまりないじゃないんだけど、はい、すごい覚えてるのは二次試験終わった後の話なんだけど、はい、あ、終わった後ですか？うん、すんごい結果が気になってさ、めっちゃ自分で自己採点して、はい、点数こんなもんかなって予想を出して、過去の何合格最低点と見比べながら受かってるかな落ちてるかなってのずっとやってたのを覚えてて、電卓弾いてたの、はあ、まあ精神的に何もいいことないし、はい、後期の勉強しろって感じやんか。あ、まあそうですね、後期も受ける予定だったんですね、うんうんうん、でも後期の勉強せずにね、ずっと悶々と電卓弾いてた記憶がすげえあるわ。ああ、まあ、やっぱそうなりますよね。いや本当に不安だった。僕はもう落ちてるのは確信してたんでそんなこともなかったですけど結構ギリギリかなっていうところにいると、うん、そういうこともしたくなっちゃいますよね、はいはい、うん、そうね、まあ、自分的に結構ギリかなって手応え確かにそうだったから、うんうんうん、ずっと電卓走って今年ならどうかなってのを、まあ、掲示板とか見ながらやってた。すげえ覚えてる。なるほど、うん、秀吉くんの思い出は何かあります？現役時代の二次試験にじゃあちょっとフォーカスしてみましょうか、うん、はいはい、うん、2つありますね。ほ、まず1つなんですけども、うん、僕のセンター試験の点数、はいはいはい、数学覚えてます。もちろん忘れもしないです。前々回のラジオでもお話ししたんですけど、はい、まあ、自己採点で9点、うん、で結果返ってきたらなぜか16点あったというような、ね、まあそうだったね、はい、感じだったんですけども、まあ、二次試験でもその数学が必要だったんですね、はいはい、でこのままじゃまずいなと、うん、で全体的にそのセンター試験の点数を換算した上で、うんうん、でその上で合格に必要な点数何点ぐらいかっていうのを、まあ、自分で計算してみたところ、うんうん、全体の7割5分取らないとダメと。結構やな。結構取らないとダメと、うん、普通にボーダー超えてたら6割やったらまあ合格できるよねっていう感じの点数で大丈夫なんですけど、はいはい、うん、
まあ、そこでもまあなんていうかちょっとだけ楽観的に見てて、うん、国語と英語はセンター取れたからまあ大丈夫やろと、うんうん、ただ数学はさすがに16点はまずいから上げないとなっていう感じではい、はい、数学中心でちょっと勉強してたんですね、うん、で実際にまあ本番を迎えまして、うん、で数学の試験解いてたらあれ意外と解けるぞこれってなったんですよ、はいはい、まあ、僕が受けた学校ペンギンさん知ってあると思うんですけど、うん、結構難しいところですよね。まあそうですね。でガリガリと言ってたんですけど、うん、意外と解ける意外と解けると、はいはい、で終わってみて、まあ、後ほどその成績が送られてきたんですけども、うん、確かね7割ぐらいあったんですよね。数学数学すげえやん。すごくないですか本当に、うん、これ自慢なんですけど、うん、センター16点のやつが1ヶ月ちょい勉強したら、うん、まあ、言った宮廷大ですよ、うん、の数学でも140点まで手が届いたという200分のね200分の、うん、すごいすごい。これはもう本当自慢なんですけど英語が沈み切りまして200点中30点というなんで英作文でつまずきまして、はい、もうテンションで押し切ると思ってベリーベリーグッドとか書いてますよねビックリマーク2つけてみたいな。そりゃ30点になるわという感じでして、うん、国語もまああれですね記述が出るんですよ。そりゃそやろな。で200字が2つ、うん、150字1つみたいな感じだったんですよ、はいはい、で僕の年結構特殊で250字とか出たんですよ、うん、いや無理じゃないですか。もういやもうそうかいや250字の記述ですよ、うん、文章を丸々写しても足りないぐらいなんですよね。え？そうなん？もう本当にこれどうやって解くんやろっていうような感じで、うん、もう仕方ないからもう句読点を大量に打ちまくってもう半分ぐらい句読点になるぐらい打ってしまおうかなと思ったんですけど、さすがにこれはなめてると思って、うん、まあそれでも十何箇所ぐらいに句点を打ちまくって、うん、なんか空白の方が目立つなこの回答というような感じのものを出して、うん、まあ、結局まあ100点ぐらいやったんですけどね。200点中まあ5割ぐらいか。記号が素晴らしく良かったという。なるほどね。あとまあ古文ちょっと飛躍というか頑張ったんですよね今回、うんうんうん、ということで、まあ、割と200分の100という、うんうん、まあ、悪いっちゃ悪いんですけど、うん、そこまで大崩れしなかったという感じの点数で、数学国語だけ見るとトータル6割ぐらい取れて、英語でもうポロッといっちゃったと2割もない2割もないというなんてやる、はい、でもともと7割5分取らないとダメだったんでそやな、もうそもそも論外ということで、うん、無事落ちてしまいまして、でも落ちたことを確認したんでもう後期の勉強してたんですよね。はいはい。で後期試験も今その学校後期試験やってないんですけど、うん、これ言ったらもう分かっちゃうと思うんですけどねまあ後期が結構ハードな感じの問題でして、うんうん、試験時間がまず3時間の小論文。おー小論か。はい。で題目3つありまして、はい、2つは課題文、まあ、2つは日本語の課題文を読んで、うんうん、要約と自分の意見を書く、はいはい、で3つ目が鬼門でして、うん、英語の課題文を読んで、うん、それについて意見を出すと、まあ、これ日本語で大丈夫なんですけど、はい、その最初の日本語2つに関しては、うん、まあ、結構頑張りましたけど、まあ、なんとかまあ点数にはなるかなぐらいのものは書けたんですよね、うんうん、で最後の英語の部分で、うん、読んでる時に7つの大罪って言葉が出てきたんですよ。はいはいはい。もうその時点で何言ったか分かんないですよねえ？あ、俺何を聞いてんのアニメの話かなはい、はい、いう感じで、まあ、ぶわーって書いてあって、うん、最後これについてどう思いますかってことが書いてあって分かるかと思って、そこからもう1時間ぐらい寝てましたね、うん、何した無理無理無理ってで後で知ったんですけど、みんなあんまり点数取れなくて、最終的にやっぱりセンターの点数がいい人が受かるようなシステムになってほしくて、そもそも希望がなかったというところでセンターな大事やな、はい、無事浪人が確定しましたね、はい、そこでという、まああんまりいい思い出はないですけど、うん、まあ、数学に関してはあれ俺って意外といけるかもっていうふうに自信がついたというような思い出がありますね、はい、という感じなんですけども、我々ちゃんと二次試験は失敗しております、うん、そうですね、はい、ただ二人とも今まあ楽しく生活できているので、うん、まあ、結局受験が全てではないということを、ね、頭に入れた上で、まあ、試験に臨むと緊張も多少は和らぐのではないかというふうに思います。まあまあまあ精一杯頑張りましょう、まあ、僕たちのなんか学校の物理の先生も言ってましたもんね、受験前に、うん、別に落ちてもええやんけど人間性が否定されるわけじゃないねんからと。確かに、はい、
まあ、それ聞いてちょっと安心しましたね、うん、でそのまあなんというかそれリラックスしすぎた結果数学16点になってしまったんですけどもいい緊張だと思ってね。そうですね、頑張ってくださいってかもう終わってるのか、上がってる頃に終わってるなはい、ということでペンギンさんの学習指導塾のコーナー、今回はこれで締めさせていただきます。はい、では今回エンディングのコーナーでございます。はい、さて本日2月24日なんですけども、うん、明日25日は何の日かご存知ですか？え、さっき話したじゃないですか、あの国公立の二次試験の日でしょ。はい、違います。え、明日2月25日は、はい、ラブライブスーパースターの登場人物嵐千里ちゃんの誕生日でございます。またかい、うん、エンディングのコーナーじゃなくて、うん、アニメキャラの誕生日紹介コーナーみたいになってますね。本当2週間前も全く同じことやりましたいやー可愛いですよ。でもおじいちゃんは、じいちゃんね可愛いね、うん、確かにこんな友達欲しいなと思ってましたね、うんうん、本当に。ちなみにペンギンさん、はい、ラブライブスーパースターの中で推しキャラはどなたさんなんですか？まだ決めきれてないんですよ。それが優柔なんですね。本当に、うん、3択ぐらいまで絞ったんですけどね。3択ちなみにレンちゃん、クーク、スミレ。おお、見事に僕の推しキャラ2人が外れてますね。そうなんですよ、この3人でずっと悩んでます5人のうち3人で悩むってまあみんな好きって感じかな。まあまあまあ、うん、それがいいですよね。そういう、まあ、女の子1人決めきれないペンギンさんなんですけどもはい、先ほど僕の家にあるプレステ4に、はい、まあ、ちょっとギャルゲーの方をインストールいたしまして急にはい、ちょっと2人で攻略していきましょうよということで、はい、このあと徹夜でやる予定でございます。聞いてね、朝活どこ行ってんって、ね、いやお前やぞ、お前朝活しよう言うてたのにでまあ、そのギャルゲー買うときにまあちょっとペンギンさんと相談しながら買ってたんですよ、はい、まあ、そもそもその俺たちギャルゲーってあんまやったことないよな。正直ないね。だから1個しっかりしたやつを、うん、まあ、ちょっと攻略してみようって1個の経験やと思って、うんうん、って話してたんですけど、これどうって聞いたら、はい、あそれやったことあるわってあやったことあんねん、じゃあこれはって言ったら、あ、これ、うん、これもやったことあるわって言ってでこれもともと18禁のやつやねんとか言ってでこれはこれもやったことお前やったことあるやんけめっちゃっていう話になりまして、違う、それは違うんだよ、ベテランじゃないですか本当に。違う違う違う、あのそういう方面に詳しい友達が2人ほどいて同族やないか違う、それでちょっと情報を知ってただけです。やったことはないんですか？そしたらちょろっとあるぐらい、あお試しぐらいでやったぐらいですよ。あ、そうなんですか、はい、まあ、過去になんか一作、まあ、スイッチで買ってはりましたねはい、はい、でこれ一緒に買いましたね、あれ。そう、一緒になんかおもろいのないかなって買ったのよね。買ってやってみたんですけど、うん、微塵も面白くなくてちょっとね、あの主人公、男主人公の発言が気持ち悪すぎて、うん、そもそも感情移入ができないというギャルゲー以前のところでつまずいてしまいましてこの世にこんな男はいねえなと、うん、断念したね。はい、今回はなんで現実にいそうな男の子が主人公だったら嬉しいですね。そうね、感情移入したいわ。そうですね、うん、はい、じゃあもう今回結構長尺で長尺で撮ったのでもうとっとと終わりましょう。今回のペンギン茶屋はここで閉店でございます。はい、お疲れさんでした。はい。